今日紹介する作家は芥川龍之介。昭和2年、著者が自殺する年の1月に発表された作品です。芥川龍之介、幻覚三宝。この一人の男をめぐった妻お蝶と愛人およしのもつれを意地悪く観察しているのは、幻覚の世話をしている看護師の河野でした。河野はお蝶の嫉妬にもやはり興味を感じていた。お蝶の嫉妬、それ自身はもちろん、彼女が重吉にあたる気持ちも河野にははっきりと分かっていた。のみならず、彼女はいつの間にか彼女自身も重吉夫婦に嫉妬に近いものを感じていた。お鈴は彼女にはお嬢様だった。重吉はとにかく世間並みに出来上がった男に違いなかった。こういう彼らの幸福は彼女にはほとんど不正だった。彼女はこの不正を貯めるために重吉に慣れ慣れしい素振りを示した。それはあるいは重吉には何ともないものかもしれなかったけれども、お蝶を苛立たせるには絶好の機会を与えるものだった。お蝶は膝頭もあらわにしたまま、重吉、お前は私の娘では、腰抜けの娘では不足なのかいと毒々しい口を聞いたりした。河野は髪を結びながら甲高いお蝶の声を聞き、いつか彼女の友達が話したある女のことを思い出した。彼女はパリに住んでいるうちにだんだん激しい怪奇病に落ち込み、夫の友達が帰郷するのを幸い、一緒に船へ乗り込むことにした。しかし彼女は奇襲を消えかかると急になぜか興奮し始め、とうとう海へ身を投げてしまった。河野は静かに油っ手を拭き、腰抜けのお蝶の嫉妬はもちろん、彼女自身の嫉妬にもやはりこういう神秘な力が働いていることを考えたりしていた。まあお母さん、どうしたんです？こんなところまで這い出してきて。お母さんったら。河野さん、ちょっと来てください。河野はこの声を聞いたとき、澄み渡った鏡に向かったまま、初めてにやりと霊笑を漏らした。それから、さも驚いたように、はい、ただいま、と返事をした。L'amour, c'est mon harmonie. L'amour, c'est ma mélodie.サードシングル「走れバイシクル」発売中。おっちゃんは中学の時に2回だけ茶道教室をやりました。学校に先生が来てくれて、でもこうやってやったのは初めてです。この着物すごいお気に入り、持って帰りたいくらい。Yeah.